今回のスタートアッパーはふるさとの伝統技術を守るため立ち上がった女子高生。作っているのは今鹿沼組子の壁作ってます。壁？そして大手住宅メーカーに売り込みへ。ところが住宅で使う緊張でガッチガチ。14歳からのスタートアップ、日曜夜10時30分。